じゃあ今から作っていこうと思います。まずはですね、こちらの見えますかね、見えますかね、生生姜、生ん生姜鍋の素入れます。よく振って、濃縮タイプなので、こちらよく振ってですね、投入していきます。投入します。うわこぼれました、少し。まあ、ああ、よかったです。ただの段ボールだったので。ちょっと加熱しすぎましたね、鍋を。生生姜の素を入れます。そしてゴミを入れて、その次に水を、お湯ですね、お湯を2カップ入れます。今が4カップあるので2になるまで入れます。あ、入れすぎた。ちょっと2カップ半ぐらい入れちゃいました。まあ、まあ大丈夫でしょう。そしてその次に、ですね、これ見えますかね。あー、もうちょっと切り方すいません、雑すぎて。椎茸ですね、乾燥椎茸で、これ高かったんですよ。6個で3ドルもして、1つ50セント、まあまあ仕方ないですかね。これを出汁として3つ入れます。椎茸、乾燥椎茸ですね。わ、すごい生姜の匂いがしますね。そして次に入れるものは、煮立ったら鶏肉、白菜、人参、長ネギ、豆腐、椎茸、油揚げ等を入れます。今回じゃがいもと、あ、豆腐もあるんで、後で豆腐を切って入れようと思います。とりあえずじゃあ、鶏肉から入れます。鶏肉を3本、鶏肉を3本入れます。骨付きのやつを買って、もう来ました。僕は骨付きの方が好きなので。そしてあとは鶏肉とじゃがいもももう入れちゃいましょうか。で、豆腐と長ネギは最後に入れようと思います。理由は特に、まあ長ネギはあんまりしんなりしたら嫌なので最後に入れるのと、豆腐もなんかずっと入れてたら形が崩れるって聞いたので最後に入れると思います。本当に料理始めてまあ 2,3 ヶ月なんですけど、全然手際が良くないです。